北アイルランド問題。北アイルランド問題は、北、アイルランドにおける、紛争問題の総称である。長年における、イギリスの最大の政治問題と言われている。イギリスやアイルランドでは、この紛争を指して、厄介児、という遠曲的な表現が用いられる。なお、アイルランドの統一を支持する者は、北アイルランドの故障を嫌い、単に、北部、また、六州と呼ぶ場合が多い。 統一アイルランド支持者によれば、アイルランド全土は32州で構成されるものであり、そのうち6州が不当にも北アイルランドとされているということになる。19世紀以降、アイルランドの民族運動が高揚するにつれ、イギリスではアイルランド人に自治権を付与しようとする意見が現れてきた。しかし、アイルランド独立運動が高まる中、17世紀にアイルランドに移住した。 イングランド系、スコットランド系入植者の子孫である、プロテスタント系住民は、カトリック系住民が多数を占める、新国家で少数派となることを恐れ、独立に反対する傾向が強かった。この傾向は32州のうち、プロテスタント住民が、多数派を占める北部のアルスター地方にある州で最も強かった。1916年、ジェームズ・コノリーが指導する。 イースター放棄が起き、アイルランド全島が単一の独立共和国と宣言された。しかしこの放棄はイギリス軍に鎮圧され、共和国の宣言は独立という事実を伴うことはなかった。3年後の1919 19年、アイルランド独立戦争が勃発した。1920年、イギリス政府はアイルランド統治法を制定し、北部六州は アイルランド議会で定める法の適用を受けないと規定し、アイルランドを北アイルランドと南アイルランドの二つに分割して、独自の議会を認め、それぞれの自治権を認めた。1922年12月6日、AI 条約に基づいて、アイルランド全党がアイルランド自由国として、イギリスの自治領となった。しかしその翌日、北アイルランド政府は、 アイルランド自由国からの離脱を決定し、イギリスへの再編入を希望することをイギリス政府に公式に通告した。これにより、北アイルランドは独自の議会と政府を持つイギリスの構成国の一つとなった。一方、北アイルランド離脱後のアイルランド自由国は1937年に自治領から独立の共和国へ移行し、1949年にはイギリス連邦も離脱した。 独立戦争を戦ったアイルランド共和軍の一部は、アイルランド自由国軍、現在のアイルランド国防軍に加わったが、一部は AI 条約に反対し、非正規軍としてアイルランド内戦で自由国軍と戦った。1921年から1971年にかけて、北アイルランドは東ベルファストに基盤を置く、アルスター統一党政府により統治された。 創設者のジェームズ・クレイグは北アイルランドをプロテスタントによるプロテスタント国家であると述べている。1920年代以降、IRA は時折北アイルランド政府やその警察組織であるに対し断続的にテロ行為を行うようになった。カトリック教徒が北アイルランドで被っていた就職や住居、そして政治上の差別は多数派に 有利な選挙システムにより成り立っていた。1960年代アメリカ合衆国における公民権運動の活発化により、北アイルランドでも差別撤廃への関心が強まった。カトリックによるデモが、ウハユニオニストの影響下にある王立アルスター警察隊により、暴力を用いて鎮圧されたため、社会不安が増加した。また、 カトリック住民とプロテスタント住民との衝突も活発化した。1966年、IRA に対抗するため、プロテスタント系の非合法の民兵組織、アルスター義勇軍が組織され、カトリック住民に対するテロ行為を開始した。1969年、北アイルランド各地で、カトリック住民と現地警察との間に大規模な暴動が繰り返し、発生した。 騒乱を沈めるため、8月14日にイギリス軍部隊が北アイルランドに派遣され、現地の警察に代わり町の警備に就くことになった。現地警察に不信感を抱くカトリック住民は当初、イギリス軍を歓迎し、兵士たちにサンドイッチや紅茶などを振る舞う姿が見られたが、軍と住民との間の友好関係は長続きしなかった。 1969年12月に行われた IRA の特別軍事会議はアイルランド共和国の議会、ウラクタスへの参加の是非と北アイルランド問題への対応をめぐって激しく対立した。マルクス主義の影響を受けていた主流派はオフィシャル IRA を組織して恩賢主義を掲げたが北アイルランドのカトリックコミュニティを実力で守ることを選んだメンバーによって IRA 暫定はがなされることになった。行動方針は1969年以前の IRA のものをほぼ採用した。それによると、北アイルランドのイギリス統治は、もちろんのこと、アイルランド共和国をも非合法であるとしており、上に挙げた暫定政府の正規軍であると認められていた IRA 軍事協議会こそが統一アイルランドの政党政府であるとされている。 このような清純論的な主張は1986年に撤回されたが、IRA 暫定派の政治組織である新兵員は、現在もイギリス下院に議席を持ちながらも党員を拒み続けている。紛争は、地の日曜日事件と地の金曜日事件が発生した1970年代前半に頂点を迎えた。北アイルランド政府に解決能力がないと見た。 イギリス政府は1972年、ストーモント議会、北アイルランド議会を廃止し、北アイルランドは、イギリス本国政府の直轄統治下に入れられた。北、アイルランドでは、ラックと、イギリス軍、カトリック系の IRA 暫定派、IRA、プロテスタント系のアルスター防衛同盟、アルスター義勇軍などが互いに攻撃、テロを繰り返し、これらの事件による死者は3000名に及んだ。 テロは北、アイルランドのみならず、イギリス本土、アイルランド共和国にも伝播していった。イングランドでの死者数は125名に及び、また西ドイツ、オランダ、ジブラルタルなど、ヨーロッパ大陸でも、イギリス軍兵士を標的にする、テロ行為や IRA に対するイギリス軍特殊部隊の、作戦などで18名の死者が出た。代表的な例として、1988年、 ジブラルタルにおける IRA 暫定派のメアリード・ファレルら3人が待ち伏せしていたイギリス軍の特殊空挺部隊に銃撃され全員が死亡した事件などが挙げられる。1972年から27年間、北アイルランドはイギリス政府に設けられたによる直接統治下に置かれた。この統治に要する主要な法律は通常の手続きに従いイギリス会員で可決。 成立したが、多くの微細な取り決めは、議会の審議を受けることなく数密院令によって、発布された。イギリス政府は、地方文献を施行していたが、と、及び1975年のなどによる来た、アイルランド問題解決の試みは、すべて世論の支持を得られず失敗に終わった。1970年代、イギリス政府は、アルスター化の方針のもと、 IRA 暫定派に対する対決姿勢を維持した。IRA 暫定派との対立の最前線にはラック、及びイギリス軍予備役であるが当たった。政府の強硬姿勢により、IRA によるテロは減少したが、長期的には、どちらの勝利も望めないことは明らかであった。IRA のテロ活動に反対するカトリックも存在したが、差別措置を撤廃しない北アイルランド政府に対して、 彼らが好意的になることはなかった。1980年代になると IRA はリビアから大量の武器を調達して攻勢に出ようと試みた。IRA に浸透していた MI5 の情報活動によりこの計画が失敗すると IRA はその目標を準軍事的なものから政治的な方向へシフトするようになる。IRA の停戦はこの動きの一部であった。 1986年にはイギリスとアイルランド政府がアングロ・アイリッシュ協定を調印し政治的な解決を模索した。長期にわたる紛争により北アイルランドは高い失業率に苦しめられ、1970年代から1980年代にかけて行われたイギリス政府の手こ入れによる公共サービスの近代化も父として進まなかった。 1990年代に入ると、イギリス・アイルランド両国の経済が好転し、紛争も沈静化する傾向が見えてきた。時代とともに、北、アイルランドでは、カトリックの人口が増加しつつあり、全人口の40%以上を占めるようにまで、なっている。イギリス政府は、北アイルランドの貴族は、住民の民主的決定に従うしている。 1996年になると交渉が再開し、1998年4月10日のベルハスト合意、聖金曜日協定、グッドフライデー合意ともにより、北アイルランド議会やアイルランド共和国と北アイルランド議会の票で構成される南北評議会が設立され、ユニオニストとナショナリストの双方が北アイルランド政府に参加することとなった。しかし、 ユニオニストの民主統一党、ナショナリストのシンフェイン党の両党の党首と、北アイルランド議会は、総選挙の延期を決定した。現在は各テロ組織の武装解除、北アイルランドの政治体制の変革、イギリス軍基地の撤退問題などが注目されているが、それまでの和平を担ってきた、穏健派のアルスター統一党、ユニオニストと、社会民主労働党、 ナショナリスト両党よりも、急進的な民主統一党とシンフェイン党の統制が、拡大しており、予断を許さない状況にある。2011年以降も、散発的な暴力事件が継続している。2013年には、ベリファストの市聴者でのイギリス国旗掲揚を中止する、ことが議会で決定され、それに反対したユニオニスト側が、議員の自宅や、 警官の車に放火するなど暴動事件を起こしたなお、ナショナリストは大抵アイルランド系にしてカトリックであり、ユニオニストはスコットランド系にしてプロテスタントである傾向が強いのは事実だが、この図式は常に正ではない。また、北アイルランドでも無宗教の層が増え、現在においては北アイルランド問題を宗教問題と、 解釈するのは妥当ではなくなってきている。この問題による宗教的差別が原因で北アイルランドの経済はサービス業を中心に打撃を受けた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。